めちゃくちゃ美味しかった。ゆうくん連れてきてくれてありがとう。まあね、前々から来てみたかったんだ。お会計はこちらになります。はいはい。じゃあ一人1万円で。え、ごちそうしてくれるんじゃないの？まさか。割り勘だよ割り勘。じゃなきゃこんな高いところ来るわけないじゃん。ちょっと伝票見せて。これどういうことよ。紹介料だよ紹介料。いい店紹介してやったんだから、おごるくらいの誠意見せろよ。最低。あ、ちょっと待てよ。金払ってけ。金払えよてめえ。レシオタイム。俺の名前は豊田優、24歳。手取り17万のしがないサラリーマンだが、顔が良くて今まで女遊びにはこと書かなかった男だ。今までのデートは彼女が出すのが基本。家デートでは洗った髪まで乾かしてもらっていたんだけど、最近彼女にもう面倒見られないと言われて振られてしまった。そこでマッチングアプリを始めてみたんだけど、元カノのような女にはなかなか会えなかった。ちくしょう、あの女食い逃げしやがって、許せねえ。同年代の女はダメかもな。結婚願望丸出しのやべえ女か、食事代をたかってくる女しかいねえもんな。そんなある日のことだった。お、いいね来た。あ、ミカ42歳。40代はさすがにねえだろ。でも待てよ、この人年収2000万円以上って書いてあるな。ご飯とかおごってくれるかも。とりあえずいいね返しておくか。こうして俺はミカと会うことに。早速待ち合わせ場所に行ったのだが。ゆうくんですか？はい。そこにいたのは写真とは似ても似つかない化け物だった。ミカさん。そうです、ミカって呼び捨てでいいからね。ぶっちゃけ一緒に歩いているところを見られたくないタイプ。やっぱり甘い話なんてこの世にないんだなと思った俺なんだけど、あのちょっと俺腹が。先にお手当を渡しておくね。はい。あ、お手当？なんとお手当と言われるものをもらった。その金額、え、こんなにいいんですか？5万円。今までの女は食事代さえケチってきたやつばかりだったというのに、デート代の他にお手当までもらったのだ。急にこの化け物女が愛おしくなってきた。ミカさん、今日はとことんお付き合いします。俺とミカさんの関係は世間で言うところのママ活というものらしい。ママ活とはお金に余裕のある女性が男性とデートして金銭的な支援をするというものだ。一般的に大人の女性が若い男を対象に食事やデートに連れていくことをママ活と呼び、やっているのは現役大学生が多いとのことだったが、俺のような社会人数年目の男も可愛いと言われる対象だった。俺はミカさんの一件ですっかり味を占め、大々的にママを探すことにした。マリコさん45歳。この人めちゃくちゃ美人じゃん。こんな綺麗な人もママ活やってるのか。ダギルー。リエさん47歳。ちょっと年齢は言ってるけど羽振り良さそうだな。車がガルウィングって。こうして俺はマッチングアプリを使い、どんどんママをゲットしていった。ママ活を始めて1年が経つ頃には月収が50万円を超えるようになっていた。手取り17万の本業のリーマンをしていることがバカらしくなってきた。トヨタ、ちょっと今日残業してくれ。え、無理っすよ、俺約束があるんで。トヨタ、お前いつもそんな言い訳して残業しないじゃないか。今日のは命令だ。仕事が終わるまで帰るな。カッチーン。ああ、じゃあやめますよ。こんな安月給のクソ会社。は？お前何言ってるんだ。
課長もこんなブラックな会社にいるからハゲるんだよ。かわいそうなバーコード頭。俺はそんな風にはなりたくないので退社します。仕事なんかしなくても俺にはママ活がある。ママ活で大人の女性たちとデートするだけでお金がガッポガッポ入ってくるんだ。ママ活は俺の天職。しばらくママ活で生活していい年になったらママの一人と結婚すればいいんだ。これこそ完璧な人生設計じゃないか。俺はママ活オンリー生活をすることに。そして月日は流れ、俺は35歳になった。あれ、デートの予定2件だけ？しかもどっちもミカさんじゃんか。やっばいな、これじゃ家賃も払えねっつーの。じゃあない、営業かけるか。あ、もしもし、リエさん、最近連絡ないから俺寂しかったよ。次のデートいつにする？リエさん、私新しい男の子見つけたの。だからもうユウくんとは会わないわ。は？新しい男の子？大学生で医学生なの。医学生がなんだよ。俺とリエさんはもう10年くらいの仲だろ。今さら若い男に乗り換えるなんて。あなた何か勘違いしていない？え？今のあなたはお金をもらって女を楽しませるスペックなの？35歳のニートでいつまでも女に養ってもらえるわけないじゃないの。そろそろ自分の将来考えたら。あっ、じゃあね。そうだ、考えてみれば俺はもう35歳、顧客のママたちももう50代60代だ。俺は意を決してママ活生活をやめることを決意した。仕方ない、俺は結婚してやる。ミカさん、俺今日は大事な話があるんだ。あら、なに？俺、ミカさんと結婚してやるよ。結婚…何を言い出すのかと思えば…え？私があなたと結婚できるわけないじゃないの。私、もうおばあちゃんよ。別に、おばちゃんでもいいよ。そうじゃなくて、私、とっくの昔に結婚しているし、孫もいるの。え、ミカさんが結婚？別に隠していたわけじゃないわよ。あなたが一度も私の家庭環境のこと聞いてこなかったんじゃないの。私のプライベートなことなんて興味なかったでしょう。あらあら、怖い顔。もうそろそろママ活で生活するのは苦しくなってきたんじゃない？だから私を頼って。バカにすんな！俺はまだまだやれる。俺の魅力にかかればまだまだママはいるはずだ。そうだ、新規開拓すればいいんだ。新規のママを開拓してまた昔のように。こんにちは、マッチングありがとうございます。ユウさんの写真を見て超理想の顔だったのでびっくりしちゃいました。ほらほらほらな。早くユウさんに会いたいです。いつ待ち合わせできますか？今日でもいいですよ。わあ、嬉しい。俺の魅力にかかればこんなもんよ。美奈子さんが指定してきたのは誰でも知っている安いファミレスだった。美奈子さんは金をあまり持っていないのかもしれない。まあでも細い客でも今の俺にはありがたい。とりあえずこの女を足がかりにママ活の再起を図るんだ。こんにちは。こんにちは。今日ここに来たいっていう先輩がいたので呼んだんですけど、いいですか？え、先輩？すごい人なんです。話を聞いて損はないですよ。2時間後。夢を叶えるためにお金を稼がなきゃいけないよね。働き方を変えて自由な生活を手に入れたくない？はい、自由な生活したいです。ママ活よりもずっと楽で楽しいビジネスがあるの。不労所得で
一緒に大金をつかみましょう。不労所得、権利収入、最高だ。ぜひその話聞かせてください。これこそ俺の第二の人生の始まりかもしれない。ママ活をやっていたおかげで俺は新しいビジネスを紹介してもらうことになったんだ。ママ活から事業家に転身、なかなかいい人生じゃないか。やっぱりママ活やっていてよかった。チャンネル登録はもうしましたか？今回のおすすめ動画もよかったら見てみてください。動画の感想もコメント欄でお待ちしております。